アオリイカ釣りの時期が到来。今年こそは、絶対にアオリイカを釣るぞ。西伊豆に行きます。西伊豆。徴収係はいないようだな。何？協力金は箱に入れてだって。領収書は？アオリイカは釣れてるようだな。アジは業務スーパーで買いました。始めよう。棚は、二広。昨日、大雨だったらしく、ゴミがすごい。釣れそうもないな。旗も狙います。餌は？アサリで。アサリ、てんこ盛り。魚の当たりもなし。常連や遠視がアオリイカを釣ったみたいだな。どっちも釣れる気配が皆無。針を増やす。餌はアジの切り身に変更。周りはポツポツ、アオリイカを釣ってる感じだけど。私だけ、釣れそうな気配がガチで皆無。当たってる。ダメ。旗狙いに当たりが出るようになってきた。おお。切れたな。でかかったのに。ハリスに棒じゃダメだな。ハリス3号の一本針で。3号より太い糸は持ってきてないです。死んでるアジだと、きついな。次は、生きているアジを餌にします。今日は生きているアジを餌にします。
ここを右に行ったら、アジアがあるはず。あった。ちゃんと、イカシバケツは用意してあるよ。5匹で、1250円。1匹250円だな。こっから、釣り場までは、10キロくらいかな。嫌な予感がする。釣り人だらけ。空きスペースがない。しょうがないので、釣りできる場所を探します。マジかー。大雨、降ってきた。さっきの釣り場に戻る？雨降ってきたので、かなり釣り人が帰ったはず。うん？釣り人が減ってる。よし、あの辺でやろう。領収書。まずい。釣り竿キープ完了。両隣とは十分なスペースが空いてます。旗狙いを始めます。餌は、拾ったオキアミとアサリ。アオリイカは、釣れない可能性が高いので。旗狙いを頑張ろう。タックルドボン対策完了。高級仕掛けを使います。ああ。当たった。おお。でかいぞ。フグかミュウチュウかアイテム。当たると色が変わる LED。 午後4時。フグがいるので、針を大きくする。餌は、オキアミとアサリの抱き合わせ。おお。
でかいぞなんかヒットしたけど、フグっぽいなーは緑で、当たると赤点滅になります。センサー感度は、いい感じ。ちょっと揺れれば、反応します。午後5時。そろそろ、アオリイカ狙いも始めます。さすがは、高級仕掛け。いい感じです。棚は、二広です。今日もダメそうな感じがするな。なんせ、アオリイカ狙いは20回くらいやっていますが、1回も釣れたことないです。この中華 LED はダメだ。当たってる時に点滅するから、どのくらい、竿先がビョンビョンしてるかわからん。どのくらいビョンビョンしてるかわからんでしょ？わあ。ダメか？ヒットしてました。でかい。アナゴだな。ハリス5号なので、抜けるだろう。デカアナゴ。デカいので、リリース。ビョンビョン具合がわかりづらい。でかい。ウツボか？これは、さっきのアナゴより大きいぞ。アナゴだな。でかい。浮きが沈んでたぞ。ダメか？ダメ、軽い。エビが釣れた。
ジに刺す針がなくなってる。タチウオ？ウツボ？釣れそうもないので、コンビニに行きます。パンクしてる。針が刺さってる。ついてないな。釣り針。印をつけとく。どうする？とっととパンク修理するか。パッチ修理で大丈夫だろう。もしかして、パンクしてないの？穴がない。仕方がない、タバコ水に入れてみる。やっぱり、パンクしてる。穴は、どこ？ここか。糊塗って。パッチ貼って。はい、完了。チューブタイヤの人は、パッチ修理キットも持ち歩こう。これは、バイクにも使える高級パッチキットだよ。釣りを再開します。残りのアジは一匹。でかい。まあ、アナゴだろう。な。超でかいけど、抜けるだろう。でかすぎるので。リリース。アジ、逃走。最後のアジを使います。浮きが沈んでる。ダメか？また、沈んだ。軽い。
食われてる。まあ、アオリイカではないな。首根っこが噛まれてないもん。このままでは、帰れないので。塩味を使います。塩味では、無理か。アオリイカを釣るのは、次の機会に持ち越します。修理失敗してたら、地獄だぞ。大丈夫い。応援をお願いします。